ワールドシティロンドンに世界を代表する優駿たちが集います。ワールドブリーダーズカップクラシックのスタートです。テムズ川を二度越える特設コースに12頭が飛び出しました。7番プレザントマイスター、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。さあ何が行くのか。大方の予想通りシャドウゲイトが先頭に立ちました。それからもう一頭パルブラブ、一つ目の橋タワーブリッジに差し掛かります。ゴールデンホーン、そして外からは9番ノットナウゲイト、2番ワイワード、そしてその後ろからバラヌール、3番黒い馬体チャオチャオであります。その外ファンタスティックライト、フェイスフルさん、この辺りちょっと離れているスイープガーネット、ミリタリーアタックがそのうちにいます。そして1番人気のプレザントマイスター、なかなかいい感じ。緑の芝生は両方と発表されております。依然先頭シャドウゲイト、その外に11番ファルブラブ、ゴールデンホーン、それから9番ノットナウゲイト、そして5番手に2番ワイワードであります。バラヌール、チャオチャオ、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。ファンタスティックライトがその後ろ、1番フェイスフルさん、ちょっと離されまして、12番スイープガーネット。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。チャオチャオ直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立ったパルブラブ、3番手にノットナウケイト、真ん中を割ってくるのはチャオチャオ、それいけチャオチャオ、無知などいらぬ、押せ、捉えるかチャオチャオ、チャオチャオ先頭、バラヌールが2番手、1着3番チャオチャオ、ワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は2000枚突破。We'll be right back.